東人古墳群東人古墳群の一東人古墳群は鹿児島県肝付群東串良町新川西にある古墳群。国の史跡に指定されている。鹿児島県で最大規模の東人大塚古墳を含む鹿児島県では最大規模の古墳群である。一号墳鹿児島県東部大隅半島東岸の渋士湾沿岸部の 肝付川下流左岸の旧気左球体上に映像された古墳群である。周辺では南方に塚崎古墳群、西方に岡崎古墳群、北方に横瀬古墳、新寮古墳群が所在し、本古墳群と合わせて大古墳群を形成する。そのうち本古墳群は前方後円墳3基、円墳119基、不明等8基の 計130基から構成される時点。古墳群のうち1号墳は、墳球長140メートルを測り、鹿児島県で最大規模の古墳になる。また、前方後円墳3基お及び中型円墳を除く古墳は、ほぼ小規模円墳になる。また駅内で地下式横穴墓は認められておらず、周辺の遺跡とは異なる様相を示す。この当人古墳群は、 古墳時代中期頃の映像と推定される。中期初頭の1号墳の築造を契機として、1号墳1 0号墳16号墳が主張母系譜をなし、中期紅葉には古墳築造を得る。また、渋士湾岸においては、塚崎古墳群に皇族し、横瀬古墳に先行する名主的主張母軍に位置づけられる。古墳規模や古墳築造数の特色に加え、 周辺遺跡と比較して、地下式横穴墓が存在しない点や小規模塩墳が多い点で、紀内大和王権勢力との社会的、政治的関係を含めた古墳時代の渋士湾岸を考察する上で重要視される古墳群になる。古墳群域は1934年に国の史跡に指定されている。16号墳、33号墳、10号墳薬指道塚古墳に関するカテゴリ 役所塚古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。